野見市、セリホフ市、姉妹都市記念展示室、平和と友情の部屋は、平成30年にオープンして以来、姉妹都市交流事業を知ることができる新たな場所となりました。この展示室は最近、展示品の更新を行いました。新しく展示したものは、主に今年度の交流の時のお土産です。冬季、白樺時期の民芸品、絵や本などがあります。また、交流の要素を紹介する写真パネルも掲示しました。 ビデオコーナーでは、新たに作成した夏の親善交流、12月に開催したロシア風新年会などの様子や、シェリフォ氏から送られた正月の挨拶レートのビデオを見ることができます。また、入り口付近には、正月にシェリフォ氏とハバロスク氏から届いたロシアの年賀状をポスターにして飾りました。これを機に、ぜひ展示室にお越しいただき、貴重な展示品の数々をご覧ください。 展示室は値上がり学習センターの1階にあり毎週火曜日の休館日以外は朝9時から夕方5時まで開いています入場は無料ですまた現在寺井地区公民館でのみシェリホ親善協会主催の交流写真展が開催中です今年度の総合交流の写真やお土産交流日記が展示され2月16日日曜日まで見ることができます 当展示は2月19日水曜日から3月1日日曜日まで脱野口福祉会館でも開催します。